道民割が使えるようなので、JR タワーホテル日光札幌に来てみました。ここにカードキーをかざすと自分の部屋の階まで運んでくれるという仕組みみたいですね。防犯上の理由でもこれ結構有効みたいですよ。ここが予約した部屋ですね。右のところに、カードキーを挿してランプをつけます。こんな感じですね。で、外の景色見てみます。確か27階だったと思うんですけど、札幌の端の方まで見えるような気がします。かなりの絶景ですね。冷蔵庫はありますけど何も入ってないです。
引き出しの中には、これ何でしょうかね。あとなんか書類みたいなものがありますね。なんか、洗濯の申し込み用紙でしょうか。なんか有料チャンネルがあるらしいので、その販売機をちょっと見に行こうと思います。なんか地方の旅館みたいなところ行くと、そのアダルトチャンネルみたいなのが、その有料チャンネルってあったんじゃないですか。今ちょっとあるのかどうか知らないですけど、こういう高級ホテルでもそういうものがあるのかな、ちょっと気になりますね。これがその販売機みたいですね。なんかカード式になってますね。なんかカードが売られてるようです。なんか昔その病院とかでもテレビ見るのにテレビカードがなんか病院で売られてたと思うんですけど、そんなイメージですかね。時間とかで換算するんでしょうか。で、ここに自販機があります。こちらの方は行き止まり、なんか非常口ですかね、になってます。これがさっき少しお話しした有料放送みたいですね。普通の映画がありますね。で、なんかアダルトもやっぱあるみたいですね。ランチの紹介が出てきました。こんな感じですね。フードデリバリーのサービスの紹介も、このディスプレイからできるようですね。結構いい値段しますね。さすがはちょっと高級ホテルという感じでしょうか。で、利用できる館内のレストランの紹介ですね。なかなか先ほどの高級なデリバリーを見た後、こういう無料の水を見ると安心しますね。で、電話でなんかいろいろサービスが頼めます。なんかやっぱ高級だなと思ったのが、電話したら僕の名前なんとか様ですかとかって言ってくれるんですよね。さすがだなと思いました。先ほど電話で、携帯の充電器を頼んでみました。こんな形のものが来ます。で、コネクターが複数あるんで、どれ持ってっても大体のもん充電できますので大丈夫かと思います。はい。では、一度ここで動画終了しようと思います。日光ホテルの動画はまだ少しでございますので、また次回ご覧いただければと思います。ご視聴どうもありがとうございました。